皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回は女王蜂というバンドさんの火炎という曲の解説をさせていただこうかと思います。しかしザ・ファーストテイクっていうチャンネルがありまして、そこのチャンネルで火炎がアコースティックバージョンで演奏されているっていう、そういうバージョンもあるんですよ。そのアコースティックバージョンのギターのパートの解説ということです。結構難しいんですけどね、気になっている方結構いらっしゃると思うんで、頑張って練習をしていきましょう。ただちょっとね、本題に入る前に一つだけ気をつけていただきたいのが、なんかね、音をいろいろこう聞いてるとね、なんかこうレギュラーチューニングかなとか、なんかチューニングが気になったりとか、そのピッキングの方法とかでね、あれこの音ちょっとおかしくないみたいな感じで、ちょっと僕自身もまだね、解明できてないところがすごいたくさんあって、もしかしたら本人の映像とか見てみたら全然違う運指とか出てくるかもしれません。とりあえず僕があの曲を、アコースティックバージョンの演奏を、とりあえずバーッと耳コピーしてみて、レギュラーチューリングで実現した場合は、まあこんな感じになるよねっていうテイストの耳コピーであるということは、一つご了承いただければ幸いでございます。本当はまあ本人の演奏を見れればね、一番いいんだけれども、そういった動画が特にないんで、おそらくこうであろうっていう、憶測の解説動画でございます。そこだけ、一つご注意いただければ幸いでございます。それでは参りましょう。早速、まずはですね、4弦の7フレットからのハーモニクスです。これ。4弦から4、3、2、1弦のハーモニクスを鳴らしましょう。で、ここから A メロに行きます。ワーベース、オーベース。ちょっと軽く弾いてみるとこんな感じ。で、しばらく待って、またしばらく待って、でアルペジオ、でまた、こんな感じのが、A メロのパートです。やってみましょう。とりあえず人差し指は5弦の2フレットで、4弦の解放、中指で4弦の2フレットハーマリングで、小指で5弦の4フレットで、中指で3弦の2フレット、こんな感じのちょっとややこしい運指です。ずー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 と。で、ここまでいったら、薬指は6弦の3フレットに行って、3×02、3×02。ということで弾きましょう。薬指のお腹で5弦のミュートをしております。疲れたな、あ最高さ、あ最高さ、あって感じですね。最高さ、あで、この最高さ、あっての4回繰り返すんですが、まず1回目、最高さ、あ最高さ、あときたら、しばらく伸ばします。で、その次、5弦の解放から5弦解放、4弦2フレット。で、中指で4弦の2フレットハンマリングして、小指で5弦の4フレット、本当にと、本当に本当に、まあその最高と本当に、まあ、結構似てますよね。最初の一文字目が、5弦の2フレットなのか、それとも5弦の解放なのかの差です。本当にと言ったらまた最高さといきます。2回目の最高さで、またその後に本当にといきます。で、また3回目の最高さ、最高さで、この後にアルペジオ入ります。お米4お米です。6弦、3弦、4弦。これがその1お米。お米。で、これを4お米。お米。で、その後に、5弦の解放と3弦の2フレットを同時に弾きます。まあ、こんな感じになるんですけども、3弦の2フレットと5弦解放をピッキングと中にで弾きましょう。こんな感じです。で、プリングして小指で4弦の4フレット、マジレマジレ、お米マジレと、4お米マジレ
で最後さあと4回目いきます。で4回目の最後さあああと2弦の開放もちょっとおまけで入ります。最後さあと、でこの後にまたお米が来るんですけども、次のお米は623、低い弦がちょっと変わります。623623、お米と、でその次に、ズボリラズドデラと入ります。ズドデラ5弦開放、4弦2フレット3弦2フレット、開放にプリング、ズドデラズドデラ、これが A メロの内容です。ゆっくりやってみましょう。通していきます。ワンツースリーハムス最高さあし、ワンツースリー本当に最高さあ、ワンツースリー本当に最高さあ、でお米マジで最高さあ、お米ズドデラ、オノデラって感じですかね、オノデラ。視聴者の方にオノデラさんいらっしゃったらごめんなさい。別にオノデラさんのことを嫌ってるわけじゃないんです。オノデラとかデラって感じですよね、デラっつって。これがその A メロの流れです。で B メロいきましょう。 B メロ少し弾いてみます。パーパーなのが B メロのところです。行ってみましょう。まず中指で2弦の3フレットで、人差し指で5弦の2フレット、バーンと、そしたらその次このレの音、レーからレード、人差し指制覇ですね。人差し指で3フレット2フレットで、3弦の4フレット3弦の2フレット3、2、4、2とレドシラレドシラといきます。こんな感じ。これをまたピッキングと中指ですね。レレドシラといったら、中指が6弦の3フレットで、5弦はバツミュートで、薬指で4弦の4フレット3弦の4フレット、このコードいきます。レドシラだ、どうしたのって感じですね。どうしたの、どうしたの、でそのまま6弦4弦3弦ブブブと弾いて、君はといきます。君はどうしたの、君はメンソレタム、まあ、メンソレータムが来ます。メンソレータムは、A コードですね。5弦の開放で、人差し指で制覇しちゃって2、2、2、これをメンソレと言って、メンソレタム、メンソレタム、メンソレタムと順番にアルペジオします。これが A メンソレタム、メンソレタム、メンソレタムで、その次小指からこの5、4、2、3というフォームにして、メンソレタムできます。これ D なんですけど、 D メンソレタム、メンソレタムで、その次またどうしたのといくんですけども、どうしたまでしょうです。でその次はのは、ちょっとね、の下がるんだ。中指の6弦3フレットと5弦はミュートで、4弦の4フレットに薬指、どうしたの、こんな感じでちょっと1本減ります。どうしたのが音質を減ります。で君は、君はといくんですけども、君、さっきはこの君はここだったけども、次の君はは、3、4、2フレット、これです。3弦2フレットになります。君は、君ぞって感じですね。君ぞ、君ぞで、また A メンソレータム、
D メンソレ多分。これがその B セクションの流れです。ゆっくりやってみましょう。3、4。どうしたの？君はメンソレタム、メンソレタム。どうしたずら？君ぞメンソレタム。こんな感じです。これが B メロです。で、その次 C セクションいきましょう。ここがね、多分ね、この曲の中で一番難しいところ。で、この後に。こんなところです。もうパッと見た感じもね、むずむずって感じじゃないですか。ここが一番難しいと思います。いきましょう。まずコード2つ弾きます。2、4、4。2、4、4。で、その次、どうしたのの時の3×4、4ですね。じゃんじゃん。で、1弦と2弦で、この、佐々木正樹、佐々木正樹っていう感じでいくんですよ。まずこの小指で5弦、あと1弦の5フレット。で、人差し指で1弦2フレット。5、2、で、その時0にプリング。5、2、0。中指で2弦の3フレット。さっさき、ま。で、この後にまた戻ります。5、2、プリング、3、0、2。これがその佐々木まさきです。佐々木まさき、佐々木まさき。あ、長谷園、長谷園、長谷園の方がいいですね。長谷園でいきましょう。長谷園、長谷園。こんな感じの長谷園がきます。で、この基本的に2長谷園と、長谷きます。長谷園、長谷園、長谷。長谷園、長谷園、長谷、長谷園、長谷園、長谷、長谷、そんな感じです。で、この長谷園を、ちょっとむずいんですけれども、このピックで5弦の開放を弾きながら、まず長谷園。で、この中指と薬指で、このハイブリッドピッキング的なことをしていきます。薬指、中指、プリング。で、中指、薬指、中指。ちょっと一回その練習で5弦だけでいいんで、ずっとこう長谷を練習した方がいいかもしれないです。長谷園、長谷園、長谷園、長谷園。こんな感じで。で、長谷園の時も長谷の時も、そのなの時にベースの音をピッキングします。まず5弦が長谷園、1長谷園、長谷園。で、その次4弦の開放、長谷園、長谷園。わかります？このちょベースの音を見せてください。長谷園、長谷園、長谷園。こんな感じで、その次、ここのね、次の長谷園がね、超絶むずいです。ここ超むずい、ここ超むずい。このね、5弦の2フレットを鳴らしながら長谷園と弾いていきます。で、この時の長谷の音はプリングじゃない、普通にピッキングします。長谷園と、わかる？この5弦の2フレットを弾いて、ここをキープしたまま、こんな感じで弾いていくんですよ。ワオって感じじゃないですか。お前のすべてワオ好き、こんな感じです。これが1長谷園、長谷園、長谷園。で、その次、6弦の3フレットにして、ここから長谷園が復活します。普通の長谷園、長谷園、長谷園と、ちょっと続けていくとすると、長谷園、長谷園。
です。でちょっと私のこの1回目の長谷の時の運指のフォーム見てください。長谷運、ここです。久しぶりはこのです。長谷運で、その次のこのね G の時を長谷に備えると、長谷運、でこの後は一緒、5弦から長谷縁4弦長谷、これがその C セクションといいますか3つ目のパートでございます。ゆっくりやってみましょう。いきます。じゃーん、ジョン、サン、シー、長谷縁、長谷、長谷縁、長谷縁、長谷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 、こんな何倍、でここから、D セクションに行くんですけども、ここね比較的簡単、この佐々木まさきだな、佐々木まさき、佐々木まさきなんですけども、アルペジオです。5弦の2フレットで、薬指4弦、あ3弦だ、3弦の4フレットで、中指で2弦の3フレット、そして小指が1弦の5フレット、2×4×3×5、 2×4×3×5 で、これを5×3×2×1×2×3×5×3×2×1×2×3、佐々木まさき、佐々木まさきでピッキングしていきます。佐々木まさき、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 こんな感じです。で、佐々木まさき、佐々木まさき、佐々木ま、佐々木まさき、佐々木まさき、佐々木ま、佐々木まさき、佐々木まさき、佐々木までいきます。佐々木ま、5弦から佐々木まさき、この3本そのままで、人差し指が6弦の3フレットいきます。佐々木まさき、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 あ、そう、3だから結局3か、2さきまさき、佐々木まさきで、最後の佐々木ま1,2,3,2 です。佐々木まさき、佐々木まさき、佐々木ま、これでワンセット一小節で、今度は5弦の解放から佐々木まさき、4弦の解放から佐々木まさき、でまた佐々木ま、これ佐々木まさきまで終わります。その次またこうテレテテテのソロギターに行くので、これで、D セクションのパートが、終了でございます。ゆっくりやってみましょう。3,4間違えた。これで、一通りというかそのパートでございます。で、この後になかなか骨の折れるソロギターパートが来ます。感想のところですね、ちょっとやってみましょう。軽くやってみます。こんな感じ。基本的には2小節の、ソロギターのパターンの繰り返しという感じです。やってみましょう。まず3弦の2フレットからスタートです。中指で2フレットにプリングで、小指で3弦の4フレットで、人差し指で3弦の2フレット、レロシラとレロシラで、その次、5弦から2,4,4の B のパワーコードいきます。C セクションの時でできましたね。 C セクションの時、じゃんじゃんの時に、ペラパパじゃんじゃじゃ、ベンテケベンテケ、軽くストロークします。パラパランパラパラじゃんじゃか、でまたパラパラきます。パラパラじゃんじゃか、パラパラで、その次はどうしたのの時の声ですね。パラパラジャンジャカパラパラノーノーノー、
一度も一度パラパラバンババパラパラノンで、その次6弦4弦弾いたらこんな感じになります。3弦の2から2、2、4、2、2、4、2、プリング、このフレーズパパパラン。でちょっとね、倍というかそのパターンによってはね、弾く弾くプリングプリングって聞こえる時もある気がする。こんな感じ。こんな感じでございます。でその次 A コード022でジャン、ここは一緒ですね。 G ずつパブロ A ポブパブロ、さっきの動きと一緒です。でその時 D パラパラって感じでつなげていきます。ゆっくりやってみましょう。ひらひらでんでけ、ひらひらじゃん、ツパパキルルじゃん、コツパキルルぴゃんぴゃんぴゃん、ひらひらどん。こんな感じで続けていきます。でこの2小節のソロギターのフレーズを 1,2,3,4 回繰り返します。4回で、2回目、3回目、4回目。でこの4回目、A コードが終わったら、こんな感じで2と2、2と2を弾いて、中指で3フレット2、どうしたどうしたのといきます。でこの最初のどうしたのなんですけどもね、人差し指制覇でいくとね、結構厳しいというかやりづらいというかね、結構動きが難しいんだけど、曲を聴くとなんかね、このどうしたののドがなんかドゥーって感じの、どうしたじゃなくてドゥーしたって聞こえるんで、まあこうやってるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと難しければ普通にこれでいいと思います。これで良いと思います。でどうしたの？低い方のですね。でこれしばらくみたいな感じのことをやった上で、あれどうだっけ？そうですね、5弦開放022022っていうのが入ります。でその次また新しいセクションに行きます。ちょっと新しいところゆっくりやってみましょう。これだけです。この2小節、どうしたのからメンソレータムですね。どうしたの、ここちょっと変わります。どうしたまで一緒なんですけども、3バツ4、2これ2が入ります。で君ぞ、君ぞは一緒ですね。君ぞ、6、4、3で A のメンソレータム、 D ソレータムって感じです。
しろマジでむしろマジで、そうですね、その次のパターン、ちょっとやってみましょう。こんな感じです。まあ、こんな感じのアルペジオを弾いていきます。5弦の2フレット人差し指、薬指4弦の4フレットで、3弦は解放で、中指で2弦の3フレット、2403で、これを嘘でマジで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 って感じでリズムを作っていきます。嘘でマジで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 、でこの嘘でマジで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 って感じでやっていくんですけども、最初のベースの音が変わるだけです。嘘でマジで6弦の3フレット、嘘でマジで5弦解放、嘘でマジで小指で5弦の5フレット、嘘でマジで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 、こんな感じです。でこの嘘でマジで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 を1番セットとして、基本的にこのセットを4回繰り返します。4回繰り返します。基本的に1,2はそのまま繰り返せば OK です。 1,2 はそのまま繰り返せば OK で、3回目に関しては多分これね、狙ったわけじゃないと思うんだけど、ちょっとね、頭だけの嘘でマジのリズムが変わります。嘘佐々木まさきまさってことだ。佐々木まさきまさ、語源から佐々木まさきまさ、佐々木まさきまさ、終わったら佐々木まさきまさ、嘘でマジで嘘でマジで嘘でマジでって感じで、3回目の時は多分ちょっとその狙ったわけじゃなく、たまたまそうなっちゃっただけだと思うんだけども、佐々木まさきまさが登場します。で4回目はね、もう完璧に佐々木まさきまさでいきます。嘘でマジでじゃなくて、フォームはほぼ一緒なんだけども、佐々木まさきまさ、佐々木まさきまさ、佐々木まさきまさで、最後ここに行きません、小指行きません、佐々木まさきまさ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 で、バルーンといきます。3×003 3×003、こんな感じです。このパターンをちょっとやって、ゆっくりやってみましょう。いきまーす。さ、嘘でマジで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 、2回目で、3回目、佐々木まさきまさ、嘘でマジで嘘でマジで嘘で、佐々木まさきまさ、佐々木まさきまさ、佐々木まさきまさ、5弦のところで、しばらくまた置くという感じです。でしばらく置いたら、本当にの時の本当だけいきます。5弦4弦2フレット、本当本当本当で、これでほぼワンコーラス終わりで、あとはもう基本的に繰り返しという感じです。ここまで来ればもうほぼほぼ終わったようなもんですよ。できたようなもんですよ。これでほぼ一周です。で今ほんとと言って、続きいきましょう。最高じゃん、あー最高だ、あーにいきます。で最高だ、あー途中からなんで、お米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 マジで最高だ、あーお米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 マジでっていう感じのパターンが2回入ります。だからこの最高だあーが3回来るって思っとけばいいかな。1回目最高だ、本当最高だ、あーお米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 
米マジで2回目、お米マジで最高だ。お米ズドディラオノデラです。ここのところの繰り返し方がちょっと変わるぐらいで、あとはもう全部一緒。ベンソレダルメンソレダルと、一緒でございます。でどっから、変わってくるかっていうと、その後ずっと続きで同じように続いて、ソロギターンこれ4回続けてさ、その4回目のタラパパビータカタラタタジータカエラクトアップペペペラエータカトゥデデデル、さっきこの A が終わったらマイコーダーみたいな感じに行きましたけども、どうしたのって行きましたけども、 A コードのジェネスペペペペレが終わったらもう新しいセクションに行きます。新しいところは B マイナーと G メラセブンス A と D をジャガジャガするだけ。で A で1234、にまた戻るんですけれども、こんな感じ。D スカスク、G スカスク、A スカスク、D。Dマイナー、Gメジャーセブン。こんな感じです。Bマイナー、普通の Bマイナー。5弦から2、4、4、3。で、Gメジャーセブンスも普通の Gメジャーセブンス。3発、4、4、3発。で、A コードは普通の A コード。0、2、2、2。で、鳴らせれば0。で、D コード0、2、3、2、これは普通にジャカジャカするだけ。で、しばらく行ったらまたハーモニー使って最高じゃん、本当に最高じゃんで終わりです。こんな感じでございます。いかがだったでしょうか。まあちょっとね、このバーッと書き足に行ってしまったので、おいちょっと待ってくれよという方も結構いらっしゃるかと思うんですけれども、まあ動画なんでね、好きなようにこうゆっくりにしたりとか、繰り返したりとかしてみていただければ幸いでございます。とりあえずもうちょっとゆっくり説明してほしいよという方はですね、その YouTube の機能を使ってやってみてください。普通にこうね、再生をスローにする、倍速じゃないか、低倍速っていうの、ちょっとわかんないけど、まあ、0.75 倍とかさ、0.5 倍とか 0.25 倍とかで調整できるんで、まあ、この辺の歯車とかをね、ポチッとやって、ゆっくりにして活用していただければ幸いでございます。それでは最後に、皆様に、スローなプレイで I will play slowly for you でいきましょう。I'll show you how to play some Let's try! 1, 2, 3見えるかな。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー。スリThank you.
ちが正解だと思います。ちょっとなんか中指が痛くなってきた。ごめん、ちょっと待って。中指がすげえ痛い。ちょっとギターの弦を押さえすぎて痛い。で、その次。あ、マジ痛い。あ、中指痛い。感じです。で、繰り返すところの最後のな、ストロークは、痛ぇ、なんか中指がすげえ突然痛くなってきた。いやー、これちょっとしんどいな。2弦の音源が厳しい。で、これがあの4AAA で終わったら、ハーモニーして、でまた本当に最高さで終わるって感じでございます。いかがでしょう。まあこんな感じでございます。細かいところとかはですね、まあ、説明するよりも多分ね、目コピー耳コピーしていただいた方が早いと思いますので、ビデオ何回も何回も見て練習していただければ幸いでございます。結構ね難しい方だと思います。なかなかね、あの綺麗にリズムよくいかないと思うんですけども、頑張って練習していただければ幸いでございます。で、僕のその模範演奏ってわけではないんですけれども、まあこれね、実際僕が弾いてる動画というか、その演奏してるものに関しては、あの、海くんのチャンネルで見れますので、あ、見れる、聞けるか、見れはしないんですけども、聞けますので、よかったら海くんのチャンネルも概要欄の方に貼っておきますので、覗いていただければ幸いでございます。それでは今回は、長くなりましたけども、女王蜂さんの、火炎という曲の弾き方講座でございました。また何か、困ったことがあれば、ぜひバシバシとコメントしていただければ幸いでございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあねーの前にちょっとだけお知らせ。私、滝沢勝成、ジャワ会なる、なんかこうメンバーシップという、そのファンクラブというか、なんかこのサロンみたいなものをやっております。そちらの方に入っていただくとね、結構僕に直接質問しやすかったりとか、なんかいろいろこのコミュニケーションとか取りやすかったりとかするので、ギター友達が欲しいとか、なんか音楽仲間がいたら面白いなとか、まあ単純に友達が欲しいとかでもいいですし、あと単純に僕にその質問したいなとか、いろいろこの会いたいなとか、なんか話を聞きたいなとかっていうふうにありましたら、ぜひそちらの方もコミットしていただけると幸いでございます。よろしくお願いいたします。それではまた違う、おすすめはジャバ会シルバーです。よかったらシルバーご検討くださいませ。それではまた違うところをいたしましょう。さよなら、グッバイ。いやー、投げ。てか、中指痛い。本当に、しょうがない、これは。まあ、じゃあね。